南三陸町の旧防災対策庁舎に来ております。日本で初めての JHC 認証滝陽市で震災復興戸倉柿部会部会長の後藤清弘さんにお話を伺います。三重県は港がとか、ね、地形が入り組んでるんですね。それであの海の栄養、山の栄養があって、まあ、波も比較的穏やかなので、まあ、品質のいい美味しい蟹が育つので、まあ、あの自然環境がいいってことですよね。震災直後はですね、いかだも全てないですし、船も、ね、なくなりましたし、住まいも、ね、なくなったっていう、そんな状況の中で漁業の再開、もう一回漁師をやるってことはあの不可能なのかな、やめる覚悟をしていましたね。AC 認証取得以前はですね、宮城県産ということで地域の表示がなかったんですね。それであの AC 認証取得しましたら、クラッコカピということでブランドとして販売していただきます。首都圏に販売してもらったという首都圏に移住した地域の人から村の国が言ってるのを喜んでもらいましたね。志津川湾は国岩っていう天然記念物が飛来する自然豊かな湾ということで登録認定いただきました。取り組みが進んでいくに従って、やっぱ品質のいいものを作れるようになったんですね。で労働環境も変わりましたし、収入もあの安定的になりましたし、で若い人もあのやりがいを持って取り組んでくれるようになりましたので、まあ、増えたことに一番驚いているのは私たちですね。消費者の皆さん、本当にあのいろいろこうボランティアとして手伝っていただいて励ましてもらいました。この場を借りて改めてあの消費者の皆さんに感謝の気持ちをあの伝えたいと思います。ね、ありがとうございました。春先にも結構、うん、こちら出荷量多いのでそちらの方にも期待しますし、不具品がちょっと心配になりますけども、国内需要がほとんどなようなので心配ないような感じで受けております。今回は宮城県戸倉の柿を東京でも美味しくいただけるお店、和田住本橋さんを紹介いたします。お願いします。和田住本橋は2011年の3月11日の東日本大震災後のボランティアでの出会いきっかけで2015年にできたお店になります。あの南三陸を訪問し、生産者の方々とお会いしてきまして、東北の情報と食を発信して交流をする場として人の心をつないでいきたいという、そういうお店のコンセプトになっております。宮城県のおかきの魅力を教えてください。プリプリな食感とミネラルをたっぷり含んだ爽やかな味わいが特徴になります。生産者様の心意気だったり思いを料理を通じて、僕たちが伝えていくことができればいいと思います。元気に南三陸がなるようなことの、まあ、手助けに私たちの活動がなればいいと思っております。ではいただきます。いただきます。トクラとカキとホタテのブルギニオンバターと言いまして、ニンニクの入った香草バターをカキホタテと、今回は、ジャガイモとキノコと一緒にオーブンで焼きました。非常にふっくらとしたカキで食欲の進む味です。カキの濃さとバターの濃さが合わさってとっても美味しいです。トクラとカキの蒸しガキになります。生ガキだったり焼きガキとは一味違うふっくらとした食感を楽しんでいただきたいということで、もうシンプルにポン酢とレモンと香味野菜を一緒に食べていただきたいと思います。とてもさっぱりした味わいで何個でも食べられそうな味です。蒸すと旨味がすごく広がる、そういった感じの柿でした。こちらが魚介のスチームプレートになりまして、南部鉄器を使用していることで、熱と水分を逃さずに食材の旨味をしっかり引き出してくれる一品になっております。料理の仕方によっていろいろ味は変わるけど、どれも美味しかったです。柿のクリーミーな味をそのまま味わえるような、そんな料理だと思いました。美味しいです。ごちそうさまでした。